曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。はい、毎度ということで、うん、もう本当に夏休みモードに入っていてですね、うん、ねなんかファッションもいつになく夏休みモードで、はいうん、でも森永さん痩せてからなんかフットワークが軽くなってますね。あ、そうですか。なんか簡単に向こうに走ってて戻ってきますもんね。そうなんです、うん、で今日もねフットワークの軽さを生かして、うんはい、ちょっと、うん新幹線の切符買うんで、うん、どこで買おうかなと思ったら今浜松町で、はい切符買うと2000以上の切符買うとですね、うん、この新型山手線のついたクリアファイルくれるので、うん、これね JR ねどこで切符買ってもね、うん、何もくんないですけど、うん、浜松町偉い、だからわざわざ浜松町で買ってみた、そう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 何もくれないよりもくれた方が嬉しいですけど、だって今もうムカつくんですよ。もう緑の窓口、こうもうこう真昼間からずらっと並んでて、あこのクリアファイル目当てに。で私は自動券売機で買って、はい、で領収書を持って改札口の窓口のとこ行けばもらえるの、うんうんうん、スッともらえるわけだ。なそれ裏技裏技まともな人はね緑の窓口並んでるんですけ ど, ど知らねえな裏技はい、まあそんな話はどうでもいいんですけれども、うんちょっとその内閣改造の話をしたいんですが、はい先週の内閣改造でですね、うん重鎮の、古い顔を並べた、派閥均衡人事をやった上にですね、安倍総理が何て発言したかっていうと憲法改正については、もうスケジュールありきではないと、で検討は自民党にお任せするっていう発言をしたもんですから、メディアは一斉にですね、安倍内閣終わりの終わりとかですね、もうおしまいだなっていう空気に包まれて、もうむしろポスト安倍の方に関心を移したんですけれども、私はですね、安倍総理は、憲法改正を諦めたわけではないと思っています、でもちろん私は9条改正は絶対反対なんですが、ここで安易に安心すると大変なことになるぞって思っているんです。で、それはなんでかっていうとですね、安倍総理はもう追い詰められてどうしようもない人事をやったんじゃなくって、今回最善の手を打ったんだと私は思ってるんです。このボロボロの状況の中で、でそれはなんでかっていうとですね、過去小泉内閣の時もそうだったんですけれども、内閣支持率が回復するっていうのは、メディアの人はこうサプライズで新顔、国民が喜ぶ人を入れた時って思っている人多いと思うんですけど、実は過去の歴史を見ると逆なんですよ。その重鎮を並べて、その親身のない内閣を作った時の方が支持率が上がるっていうのが過去の結果なんですね。そうなんだ。そうなんです。で、実は今回もそれが当てはまったんですね。で、こう報道各社が一斉に内閣支持率の世論調査したんですけれども、朝日新聞は 2%、2ポイント上昇で、そんなには上がんなかったんですけれども、例えば共同通信では、9ポイントも上がってですね、44% まで上がりました。これ他の調査も似たり寄ったりなんですよ。かなり上がって、実はこう危機って言われる前の水準に、かなり戻っちゃったっていうのが今回の世論調査の結果なんです、だからね、やり方としてはとりあえず、危機脱出っていう意味では、成功したっていうふうに考えないと私はいけないんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、この重鎮を並べたっていうのも、今後を考えるとですね、もう何度もやってる人っていうのは、身体検査が済んでるんで、例えば女性スキャンダルとかですね、金銭スキャンダルとかが出てくる可能性、は、ほぼないわけですね。で、慣れてる人だと、国会答弁で、追い詰められて黙っちゃうっていうようなことも、ほとんどないわけですよ。そういう中で、きちんとやっていけばじわじわ戻っていくっていうふうに安倍総理は思っているんだと思います。で、ただじゃあその憲法改正についてはこれ国民投票っ
ていうのをですね、クリアしないといけない、最終的に過半の国民の賛成を得なきゃいけないんですけど、今戻ったとはいえとても過半の国民の賛成を得られるような情勢ではないっていうのも間違いないわけです、はいはい、でただですね、私はここでもう安倍総理は秘策を用意しているんだと思うんです、はい、でそれが消費税の凍結、うん、あるいは引き下げをぶつける、ま、でこれ実はあの先週の読売テレビの番組でですね、うん、総理が、2019年の10月再来年の10月から消費税率は予定通り引き上げますっていうふうに言ったんです、うんうん、ただこれは何の意味もない発言なんですね、うん、なんでかっていうと過去2回延期してんですけれども、うんうん、その2回延期した時も発表の直前までは上げるって言ってた、同じセリフを言ってたんで、うん、これはもう何の意味も言を翻すのもありなんだ、うん、ないんです、うん、でただですね、私はそんなこと言ったって財務省がそんなこと許すわけないじゃんかっていうふうに多分皆さん思われると思うんですけれども、ここに大きな追い風が吹き始めたんだなっていう感じがするんです。でそれが実は森友学園の問題なんですね、うんうん、でこの森友学園のその、まあ、8億円引きで土地を叩き売る、うんはいうん、でこれについてはその豊中市議および、うんそれとは別に弁護士さんのグループがですね、うん大阪地検に、うん告発をしているわけです、はいはい、で今こう調べに入っているんですけれども、うん、その中でこうボロ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 いろんな証拠が出てきて、うんはい、どうやらですね、うん、そのなんで8億円引きになったのか、でこれはこう近畿財務局とその籠池さんのその話し合いの録音とかも出てきてるんですけれども、それを聞くともうその財務省が結果ありきで森友学園が限りなくタダでくれと、でそれに応じてで実質負担がなくなるようにゴミ処理費をですねでっち上げして、うん、その積み上げた、うん、でいうのが、うんまあ、会話の中からほぼ推測できるっていう状況になってきて、うんうんうん、要するにこれもう確実に財務省がやったっていうのは明らかなんですよね、うんまあ、それが忖度かどうかっていうのはまだそこはわからないんですけれども、はいこの証拠が出てくると、うん何が起こるかっていうとですね、はい、私は普通に行けば近畿財務局の職員がこう背任で逮捕されるっていう事件が展開していくんじゃないかなっていう気がするんです。でこれはその現職の職員が逮捕されたらですね、それはもう財務省にとってものすごい逆風が吹くわけですよ、うん、かつてですねそのノーパンしゃぶしゃぶ事件っていうのがあって、うんはい、で当時まだ大蔵省だったと思うんですけれども、うん、そのノーパンしゃぶしゃぶで、うん接待を受けていたっていうのが分かって、その時も大蔵省バッシングっていうのがものすごく強まって、で結局まあ金融庁をこう切り離さないといけないとかいろいろこう財務省も改革を迫られたんです。でもしそこでですよ、大阪地検が逮捕に踏み切るっていうようなことになったら、私は財務省は消費税何が何でも予定通り引き上げるぞっていうふうに言えなくなって、強気に出れないってこと、そう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 なんです、でこれはもう証拠はないんですけど、私は最初から、まあ、実行犯が財務省だっていうのは、うんまあ、当初から明らかだったんですけれども、でも実行犯とはいえその何のためにっていう部分が大事じゃないですか。あそう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 、で私はですよ、財務省に何の得があるんですか、だってそれは財務省にとって安倍総理は敵なので、私は安倍総理をある意味で追い詰めるためにわざとやったんだろうなっていうふうに私は思っています。今すごい冷たい目で倉田さんが森永さん見ましたよ。意味がわからない、いやいや政治家の中で反財務省って安倍さんしかいないんですよ。
だって前科2犯なわけですからね、消費税の引き上げ2回も延期したっていうので、うん、でただ安倍さんにはこう女性スキャンダルとか金銭スキャンダルとかないので、まあ唯一のアキレス腱がまあ嫁が天真爛漫だったっていうことなんで、まあそこに絡めて、やっちゃおうっていうのやったんじゃないかなと私は思うんですが、うん、まあそれはどうかそこまで証明できるかどうかは分かんないですけど、自分だって自分が泥を被ってもってことでしょ、うん、そうそれはだって自分のところで逮捕者が出る可能性があるのにそんなことしたってこと、ね、多分ね出ないと思ってたんですけれども、まさか証拠が出てくるとは思わなかったわけです。それで全部証拠を全部隠滅したわけですから、ただ出てきちゃったわけですよ、籠池のおじさんが、うん、聞かなきゃよかったな。いや時刻にして17分まではもう倉玉様は興味津々で聞いてたんですけど、17分以降もうドン引きしてますね。無理があるんだもの。そうですかね。ね、もっと引くかもしれないですけど、私の予想では、うん、なら今から1年後に安倍総理が凍結、うん、あるいは引き下げっていう会見をしたら、支持率ドカーンと上がって。まあその前に解散総選挙を決めるわけです、うん、決めてこの消費税の凍結あるいは引き下げっていうのを大義にして解散総選挙を打つと、そうすると、ま、新しい判断とか言い出すわけですから、ね、そうでも今のところで結構森谷さんはそんなに否定的じゃないけど、結構財務省としては消費税上げなきゃ日もさちもいかないって言ってるわけでしょ、はい、ここは、はい、それを、まあ、2度も凍結してるわけだよね、はい、でもう1回で凍結するみたいなことになってくると、でいつもここで森田さんと意見が違うんだけど、国の総資産とか方向は大丈夫なのかと、ね、それはだから森田さんは、まあ、日本に今借金はないですから、実質上国民が財産貯めてて、いや国民が財産貯めてるんじゃなくて、うん、国が財産を貯めているので、うん、通貨発行益と今、うん、国の純債務はほぼバランスしているので、うん、ゼロなんですよ。国債とか暴落しないんですか。それだって国債暴落するはずないですけど、うん、今 0.1% 切ってるんですよ金利が、うんうん、世界で一番、うん、金利が低いのは日本の国債なんで、うん、でも国が資産持ってることと借金があることってそんななんかこう同時に考えていいことですか、うん、って財務省も言うんですよ。いやでも言うって、まあ、でも、ね、まあ、あの土地からこの土地から国の土地全部計算してだろう、だってな、ね、そんなんだったらそれ全部じゃあ予測にものになっちゃってもいいのって話に、うん、いくらでもお金つぎ込めるって話だもんな、うん、はい、ということで、うん、今日の私の言ってることが正しいかどうかは、うん、まあ、1年から1年半後には明らかになる、うん、でもそうですね、うん、その消費税、はい、を論点にする可能性があると、うん、はい、でもそれと憲法改正って実は関係ないですよね。いやそこで支持率上がって、うん、そこで国民投票っていうのを、うん、多分考えてんだろうなと私は思います、まあ、19年の春ですよね、うん、その消費税上げないっていう判断をするために少なくとも半年はいりますよね。そうです、はい、だからそこまでには今日言った話が本当かどうかが分かると思う、うん、そうですね、はい、まあ、その時まで覚えておいてくださいよ。でも憲法改正しなくてもいろんなことなんかできるようになってきちゃってるんじゃないの。いやいや、そうなんですよ、したいんです。安倍さんの執念ですね。そうですね、はい、はいはい、ありがとうございました。